アマテラス大人工座神社と岩戸神社は、大阪府八尾市大和座教教寺にある神社。これら二つの神社は隣接しており、境内の境界線もはっきりせず、三道石段の脇から、互いの境内を行き来できる状態であるため、事情のわからないものから見ると、別々の神社であることに気がつきがたい。両神社は由来上、密接な関係があるため、あえて、 ページを分割せず合わせて記載する。アマテラス大人口座神社境内の鳥居。脇の石中には、式内候補座神社と記されている。アマテラス大人口座神社は、八尾市の南東部、高安山の中原に位置する。旧社格は、尊社で、新名町に、河内国高安郡アマテラス大人口座神社に座、波大月寺にいいなめ、言語をかすが戸上と記されていることから、 かつては、アマテラス大神社と、春日ガ湖神社は別の神社であったと考えられている。以前は、式内大社講座神社と称した。祭神は、アマテラス大臣、高見結び大臣。別に、伊勢彦命、伊説姫命を祭神とする。創始年代は不明とされているが、有略天皇23年に、伊勢国寺山田から当地に遷座したという説がある。 山の谷間の岩盤の上に本殿が鎮座している。様相から見ても、原始信仰を起源とする、もっと古い時代に遡るとも考えられている。神社祭殿の脇には、白藩の滝があり、干ばつでも水が耐えることがないと言われている。岩戸神社は、天照大神講座神社のすぐ西の脇にあり、本殿も同様に岩盤上に鎮座している。祭神は、一木島姫の命。 俗に岩屋部財店、岩谷部財店と呼ばれている。ご神体は一体の岩山全体であるが、以前は木町の部財店像がご神体であった。高層空海が高座神社を参景中、大庭の御宅船により、当地に創建されたと言われる。もともとは、インドの家臣である、部財店を祀っており、仏教色が強かった。中世以降、 日本土着の水人である、一木島姫の命及び当地にあった神道が、神仏集合して、神社の祭神として祀られるようになった。江戸時代には、商売繁盛の神様として、大阪の人々の信仰を集める。明治時代に、神仏分離により、別在天蔵は現在は、近くの教皇寺に、鎮座されている。それまでは、天照大神座神社と岩戸神社は明確な、 区別がなかったが、大正時代に、市木島姫の命を祀る神社として分かれ、大正9年には、アマテラス大神口座神社の境内抹社となる。ありがとうございます。